やあやあ、ごきげんよう。というわけで本日はポケモンカードの商品を開けていこうと思うんだが、今日何を開けるかっていうと、こちら！スペシャルカードセット、ゼーロン万端。はい、OK でーす。まあ、という茶番はさておきなんですけれど、これはね、開封の前に僕がわざわざ仕込みました。ちゃんとミュウツーブユニオンはね、こちらに救出させていただいておりますので、ご安心くださいませ。というわけで、でもね、これ発売してから多分これ上がってる時点で結構経ってそうなんだけれど、いやこれ発売した日にちょっと俺受け取りに行けなくて、あのポケモンセンターオンラインのね、店頭受け取り分とかあと通販分とかで、まあ、運よく3つ揃ったんで、こちらをね、今日は開けていこうと思います。うん。で、ちょっとこれ、まあ、あんま気にしないでほしいんだけど、スペシャルカードセットのミュウツー、月光牙、ゾロアク。この3種類が新しく出たと。まあまあ、とりあえず中身取り出していきますか。一応 V ユニオン以外にも1枚だけ、ここでしか手に入らない新規のサポートがあるんでね。まあ、使われる、使われないの話はさておきなんですけれど。これさ、ミュウツー取り出すときも思ったんだけど、すっぽんぽんでここに入れとくのを取り出すとき、間違いなく傷つくから、あんまこの、梱包方法やめてほしいんだよね。じゃあ、お疲れ様でした。ツバイランスの元へお帰り。これだけ中身は紹介しておきますか。魔天と装空が3パックずつ入っているみたいですよ。だから合計でサザンが 9-2 で、18パックぐらい今日は開けれるのかな。で、この銀色の羽に何が入っているかというと、ちょっと話は怖いんですけれど。こちらにはね、ここでしか現状手に入らない。サポートカードが入ってますね。SR 来い！あー、外れたかー。まあ、SR ないんですけどね。バーネット博士っていう、一応この V ユニオンと相性がいいと言われているカードですね。サポート、自分の山札から好きなカードを2枚まで選び、トラッシュする。そして山札を切ると。なるほど。なんか、バーネット博士自体は魅力的なキャラクターだと僕も思うんですけれど、このテキストにするのは幾分かかわいそうな気もしますね。なんか逆にこのバーネット博士を V ユニオンと相性がいいよという名目で出してしまったがゆえに V ユニオンの使いにくさがより一層際立ってしまってる気がしないでもない。ちなみと、ミュウツーとザシアンは発売前、発売後にちょっくら対戦動画にもしたんですけれど、まあ出たら出たでちょっと面白かったんですけどね、月光牙だけは救えてない。いや、こいつさ、俺なんか対戦動画でその使ってない理由の一つとして、技と特性が多くて俺覚えられないんだよ、バカだから。はい、というわけで、バーネット博士が3枚手に入りましたね。あと1枚足りないんだよな。まあ、ちなみにこんなカードでも俺は4枚集めます。ルール上使えるカードは基本的に4枚ずつは持っておくようにしているので、無条件でね、この18パックで SR が出る確率およそ6割といったところか。どっちから開けよっかな。マテンパーフェクトからにしますか。ちょっと、全部手で行かせてもらうわ。申し訳ないけれど。まあ、散々動画でも言ってるんですけれど、僕パックはある程度手で開けないと、なんかパック開封欲満たされないタイプの人間なんで、はい。うん。まあ、キバナはいいカードですけれど、っていう話は無限にしているので、もうどうでもいいとして。ちなみにこれ言ってるのがね、まあ、本当に8月も終わりも終わりっていうぐらいなんですけれど、もう、言ったらもう明日明後日くらいから9月みたいなノリなんだけどさ、もうそんな終わったの？いや、っていうか、2021年、俺の感覚だとまだ5月中旬ぐらいの認識なんだけど、まあなんか、年を取ると新しい刺激を得られなくなって、それゆえに時が経つのを早く感じるみたいな話はよく聞きますけれど、おかしいな。割と新しい刺激は日常生活に取り入れているはずなんだけれど、ん？まあでも、正味今年の前半はね、結構忙しいというのを言い訳にして、もろもろやんなきゃいけないこととか、あとこの活動面でのこととかね、結構サボってた部分、個人的にね、俺の感覚だと結構サボってた認識なんだけれど、まあ、今年の6月ぐらいからかな、うん！ SR だ！なんだこの色は。あー、まあスペシャルアートだとちょっと嬉しかったんですけれどね。まあでもここで SR の枠を使ってしまいました。こういうバラ買いはでも SR が複数枚出る可能性があるというのが魅力ですね。出ないパターンの方が圧倒的に多いんだけど、当然。本番 V はスペシャルアートがすごいかっこいいですね。アメコミというか、なんかバットマンみたいな感じがして。あのイラストすごい好きですね。はい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 。あとはね、WR もなんだっけ、多分水君 V と描いてるイラストレーターの方が一緒。間違ったらごめん。多分水君 V と本番 V、WR 両方とも描いてるイラストレーターの方一緒なんだけれど。
そうね、あれ系は音盤もスイクもなんだけど、背景がめちゃくちゃ綺麗ですね。ちなみに僕、背景フェチなんですけれど、レパルダスも確かそうだったかな。釉薬みたいな背景がとても綺麗ですよ。はい。まあ、個人的に結構ダブル R とかはね、ポケモン自体よりも結構背景に目が行きがちですね、僕は。というどうでもいい話です。さあ、もう一枚ぐらい、なんか V か。まあ、下手したら SR 出てくれると嬉しいんやが、まあでも魔天の方で運はそんなに使わないでほしいですね。どっちかっていうと総空でちょっといいカード出てほしいんで。ってな感じです。こっちだと、なんだ、チルタリスとかもこっちか。じゃあ、魔天ラスト1パック。はい！ああ、いいじゃん。このパックは当たりだ。光ってないけど、下手なレアが出るより当たりだ。レスキューキャリーとチルタリスは。打ったよ。では、早急のストリームを9パック開けさせていただこうと思います。ちょ、バグれ！バグって、さなかヒガの、ね、SR コイン。この間悲しみ背負ってるから、詳しくはね、別の動画見ていただければいいと思うんですけれど。このパックは、まあ、トレーナーズの SR がまず強いっていうところと、あとパッケージポケモンのレックーザのスペシャルアートも、まあ人気っていうところもあって、そうですね。まあ、結構、それコレクター目線でかなり魔天より、価値が高いですね、一般的には。まあ、テキスト的には、魔天に入ってるカードの方が圧倒的に強い割合が高いんだけれど、てか、レックーザはね、EX にしろ GX にしろ、まあ、マイシリーズ、基本的に環境トップレベルになるぐらい強いパターンが多いんですけれど、今回のレックーザ VMAX は正直あんまり大会で使われてない、まあ、結構大ボケした感が個人的にはありますね。ギャラドスでいいか。こいつの進化先がなんか、普通に殴るんじゃなくてルリナで回収してハガネールのドッスンフォールで使うみたいな使い方がありましたね。そう、エクザ VMAX といいピカチュウ VMAX もなんだけれど、まあ、結構最近その辺の大型エキスパンションのパッケージになる VMAX が多分強い想定で作られたんだろうけど、まあわかんないですけどね。なんか結構こけてるイメージが強い。どうだろうな、今度出るミュー VMAX とかはなんかパッと見強そうだからね。てか、パーフェクションみたいな効果が、フュージョン一発目で出るとは思ってなかったんで、結構ミュー VMAX には期待したいところではありますね。ちなみにこのフリージオ、本郷奏太さんも使ってましたけど、シールド戦だとめちゃくちゃ強いですね。てか、ソークストリーム、渋くない？渋いもクソも SR は来るとき一瞬だからね。下手にダブル R たくさん出るより SR1 枚、研ぎ澄まされた一撃の方が嬉しいんだけど、まあでも本番 SR 出てるからな、あんまり、まあ、贅沢は言えないですけどね。はい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 。ポケモン入れ替えとかは、まあ、地味に嬉しいカードではあります。まあ、ちなみに俺はもう揃ってるからいらないんだけれど、知り合いにあげます、こういうのは。さあ、あと3パック。もうちょっと欲しい。見どころ的な意味でもうちょっと欲しい。ちなみにこのメリープは、甘えなんでね、HP70 の方にしましょう。はい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 。まあでもこっちは逃げ1というのがメリットではあるので、一概に完全上位互換とは言えないんだけど、基本的に今は HP70 の漆黒だっけ？何かに入ってるやつ。EV ヒローズだったかな。まあとりあえず何かに入ってるちょっと前に出たメリープの方を使うのをおすすめはします。電撃ウロスの翻しで飛んじゃうからね。到着点の HP60 は。本当に光らないんだけれど、やばい、文句ばっか言いすぎたか。ごめん！ラスト1パックになってもうた。ログインボーナス。まあ、いつか月光が V ユニオンも救えたらいいなという感じでした。じゃあ今日の動画はこの辺で。バイバイ。